どうして山をじっと見てるのですか？たまに山をただなんとなく見つめたくなるときない？ないわよ。真正面から見るとかなり怖いですね。なんか目が怖いわ。お嬢様、山を殴っています。何がしたいのか？あと一発で壊れるわ。だけど壊さない。そういえばお姉様にプレゼントがあるのよ。妹の一番のやつ。これ？そうそう、それブーディートラップって書いてあるのだけど。プレゼントよ、プレゼント。プレゼントそういう名前からして怪しすぎるわ。とてもプレゼントの名前ではないですね。いいからさっさと開けなさいよ。私がプレゼントあげるって言ってるのよ。し、わかったわよ。あ、今下打ちしたわね。開きました。お、うん、え、なんだこれ。プレゼント、そういう宝箱からタコみたいな。最後に鍵もバッチリ回収。なんだって言うのよ。いいプレゼントだったでしょ。どこがよ、ただの嫌がらせじゃない。こんな妹があったのですね。バカニアバウンチチャレンジの報酬よ。無料でゲットできたわ。今はもう終わってるけどね。って、何やってるのよ。平穏どんどんよ。変な妹で気分を害されたから、これで気分転換よ。お嬢様、ここはプレイグラウンドのようですが。ここに来たのには理由があるわ。周りを見てみなさい。おお、このシーズン変化が起こる前兆と言われてる黄色い車両が。そう、つまり、近々ここで何かが起きるということよ。一体何が起きるのでしょうかね。前あの岩石を掘ったところとは比べられないくらい車両があるわね。ルートレイク中心の周りを囲むように設置されているわ。ここでも何かを掘り起こすということなのかしらね。いや、真ん中の石を撤去するために設置されたのかもしれないわ。キューブの破片、ですね。確かにその可能性もあるわね。ちなみに普通に壊せるわ。もうこんな状態になってからかなり経つか。もう半年くらい。早いですね。あともう一つ変化があるのよ。もしかしてあの影は。ヘリコプターがここまで移動してきたのですか？その通り、こんなところまで来たわ。やはりこのヘリコプターもシーズンに関係があるということかしらね。まあそういうことになるでしょう。しかしどういう風に関係してくるのか、さっぱりですね。そうね。思ったんだけど、火山の方には変化はないの？私が見た感じないと思うけど。お姉様が見た感じじゃ信用できないわね。私もあの火山が今回のシーズン変化していくと思っていたのですが、そういった兆候は見られませんね。ほら、昨夜もこう言ってるわ。キューブのシーズンだとかなりわかりやすかったんだけど、今回のシーズンはわかりにくいわね。もしかしてまたゾンビが。いや、さすがにそれはないでしょ。あれ相当プレイヤーから嫌がられてたみたいだしね。シーズンパス見るとアイスキングのようなやつもいそうにないし。氷のシーズンはポーラーピークの上に大きな氷の玉が出てきたこともありましたね。あれにワンタイムイベントの時間が書いてあったんだっけ。いつもは何も映ってないテレビにも表示されていたわ。今回は一体どうなるのか楽しみに待っておくわ。それじゃあ試合に行くわよ。シールドポーション飲んでるわね。なんか上に飛んでいったわ。こっちに来るのでしょうか？いや、多分来ないわ。近くを飛んでるみたいだけど。お嬢様、物資を取りました。物資を捨てていくなんてもったいないことをしてる敵がいたみたいね。物資なんて装備しなくていいのよ。分かってないわ。お嬢様、高く飛び上がりました。なんで飛んだの？さっきの敵を見つけるために。あ、今下山していますね。どうやら中途半端な場所に降りたみたいね。そしてあの敵はあそこにある宝箱を開けると、そこを高速キリボルバーで撃っていきます。シールドがないのを確認。お姉様、物資を装備していくわ。これを装備し終わったら飛んで一気に倒しに行くわ。さっきのように高く飛んでしまうと時間のロスですが、高く飛ばない方法もあるわ。本当だ、低空飛行だわ。私の予想だとまだあの中にいると思うのよね。いました。建築してきてるわ。む、ちょっとまずいか。微妙な位置ね。フリメイクショットガン。ナイスキルです、お嬢様。物資、私の物資が。あの草は邪魔なだけだわ。はぁ、今物資のおかげで体力減らなかったのよ。いい働きでしたね。さて、落ちたアイテムはと、というかアサルトライフルの弾がほとんどないわ。これじゃあすぐに弾切れね。お嬢様、誰かがこちらを撃ってきています。この下にいる敵ね。さぁ、16発しかないこの状態で倒せるのか。別にアサルトライフルだけで倒すわけじゃないわよ。資材もあまりありません。あ、今は普通のソロでやってるのね。アリーナから戻って普通のソロやるとさ、戦闘がすごく怖いものに感じるわ。やはり倒すと体力が増えるのは大きいのですね。お、登ってきてる。さすがにそれは不要意なんじゃない？お嬢様、一気にシールド終わりました。うーいじー。あっさり倒しちゃったわね。ちょっと待って、あのアイテムたち、ものすごい勢いで下っていきますね。ちょっと、どこまで行くつもりよ？まだまだ行くわ。お嬢様は追いつけるのでしょうか？山の斜面で倒すとこうなるのね。たく、アイテムを追ってる私がバカバカしいわ。え、お姉様バカ。バカはあなたよ。まあまあ、止まったみたいですし。はぁ、疲れた。ミニシールドポーションは走ってまで追いかける価値がありますね。アンコモンのアサルトライフル見落としてるわ。フラン、何よその目は。別に、何でもないわ。怪しすぎる。あ、そういえばさっきの場所にアンコモンのヘビーアサルトライフル落ちてたわよ。こいつ。もう結構前のことですね。結構引っかかってたのよね。もうあと少しで出そうって感じだったわ。ほんと、ふざけてるわね。ふざけてるのはお姉様でしょ。何やってるのよ。お嬢様、近くでボーラーの音です。さて、どうするか。近づいてきてるわね。しかし降りる気配はないわ。ふふ、私が先よ。なんで勝ち誇った顔してるのよ。敵もすぐに飛んだようで。早く降りてボーラー壊してよ。あれ、そういえば、ボーラーのガラスを貫通する話どこに行ったの？あ、そのボーラーアップデートの話ですが、運営があまり面白くない変更、ということでやめたみたいです。はぁ、じゃあガラス貫通するようにならないの？多分そういうことになるかと。ボーラーは不滅。くそ、ボーラーの虐待かが。まあさすがにガラスを貫通したら誰も乗らなくなると思うしね。そうかしら。そうよ、貫通する状態になってボーラーに乗ってから、どうぞダメージを与えてくださいって言ってるようなものよ。うわ、くっつかれた。なんか奇妙なことになってきていますが。しかもこっちの罠で確実かないわ。ほら、ボーラーを壊すチャンスよ、お姉様。よく見ると敵の乗ってるボーラー、体力半分を切っていますね。ただわよ。なんかさらにすごいことになったわ。メーガーマーワールって感じね。かと思えば一気に加速しました。くっついてる敵は一体どこまでついてくるのかしら。さあね、後
後ろにくっついてるせいで前に行こうとしてもスピードが出ません。もう一回ブルブルしに行こうかしら。いや、ついに離れたわよ。トーラーがもう一個追加されました。さらに追加か。ねえ、もしかして当然のようにくっつこうとしていますね。早く降りて壊せ。いつらい、それは降りたら負けなのよ。そんなはずないでしょ。謎のプライドが発動しているわ。あ、そういえばさっきアップデートの話になりましたが、アップデートがどうかした。今日新しいアップデートが来るみたいですよ。追加されるものは発表されてるの？今回追加されるのはインファントリーライフルです。はぁ、インファントリーライフルですって。昨夜大丈夫？これってもしかして過去の昨夜？いえいえ違いますよ。これを見てもらえればわかると思います。あ、もしかしてレジェンドのインファントリーライフル？そうです、レジェンドとエピックのインファントリーライフルです。なるほど、そういうことね。レジェンドとエピックのインファントリーライフルか。最近インファントリーライフルが絶対化されてた理由が一つわかったわね。このインファントリーライフルはどれくらい強いのでしょうかね。私の予想だけど、かなり強いわよ。で、あとアンコモンですらかなり猛威を振るってたみたいだからね。お姉様はインファントリーライフル弱いって言ってたけど。ずっと弱いと思ってたわ。だから正直絶対化され始めた頃は、なんでこの武器絶対化するのって思ってたわ。しかも1回だけの絶対化ではなく、その後に2回3回されましたからね。ゆえにお姉様は雑魚。しかし、同じ名前でも形はかなり違うわね。そうですね、絶望違います。今度はこれが猛威を振るうのね。さあ、もしかしたら意外と弱いかも。インファントリーライフルの弱体化される前以上の性能で出てきた場合、それはもう間違いなく壊れてる武器になりますね。でもお姉様って。何よフラン、言いたいことでもあるの？お姉様って壊れてる武器使っても勝てないじゃない。勝てるわよ。無理無理、私にはわかるわ。まあ、見てなさいよ。あの後死んで今も死にそうなお姉様。なんでこんなことになってるのですか？空から降ってきた敵に襲われた。嘘はいいわよ。本当よ。今はミニシールドポーションと医療キットを使って回復中ですね。どうやら上の階に敵がいるみたい。下に来ないように願ってるわ。敵はお嬢様に気づいているのですか？多分気づいてるとは思うけど。あ、ピンクボムだわ。嘘でしょ。お嬢様の体力がどんどん減っていきます。回復したばかりなのに。最初の一投をかなり正確な位置に投げ込んできたわね。ここならギリギリ当たらないわ。追加で投げてこないということは、多分もう持ってないわ。ガスで窒息死も面白いと思ってたのに。面白くないわよ。しかしお嬢様、ここからどうするのですか？そうね、やっぱり自分から出ていくのは怖いわよね。もしかして待つの？敵が下に来るまで待つわ。ここに怠け者がいるから早く倒して。怠け者じゃないわ、ファンだよ。そういう意味で言ったんじゃないわよ。敵が床を壊し始めましたね。もうすぐで壊れるわ。さて、ここから敵はどうしてくるか。多分お嬢様の上の床も。ということはここはまずい。いや、どうやらお姉様の上じゃなかったみたいね。ちょっと昨夜。申し訳ございませんお嬢様。情報はしっかり伝えてくれないと。上の敵はちゃんとこっちを見てるわね。来るなら来なさいよ。降りてきそうだわ。そこよ。ショットガンは64ダメージ。あれ、もしかして上の敵結構体力少ないんじゃない？お嬢様が少し強気になりました。いや、でもまだ行こうとしないわ。今度はそこの壁を壊すのね。壊した瞬間に合わせて撃とうとしましたが、ここは撃てませんでした。タイミングが合わなかったわ。お、ついにお姉様が上に。行こうか迷うところね。もうさっさと行きなさいよ。行きましたね。敵はこの上かしら。そうね、編集したわ。敵が下に降りてきました。ショットガンのダメージは34ね。あとほんの少しで死ぬと思うのだけど。はい、ズドン。敵を倒しました。で、いつの間にかアリーナに戻ってるし。交互にやってるわ。お嬢様、ダイナマイトです。ち、むちゃくちゃするわね。横よ横。よ、何回言う？変な声が出ましたね。いきなり横に現れるんじゃないわよ。それにしてもお姉様、なんでフリントノックピストルなんて持ってるの？持ちたくて持ってるわけじゃないわ。これしかなかったのよ。絶対しゃがみ忘れて高いところから落下しでしょこれ。これはまたこもる生活が始まりそうですね。なんか私に対して失礼じゃないそれ。事実だからいいでしょ。だんだん敵が距離を詰めてきています。もう逃げ場はないわよお姉様。ないことはないわ。今ここでスティンクボムとか投げられたら終わりですね。あ、多分それは死ぬわ。ついに扉を開けてきたわ。さあ、来なさい。お嬢様何かを狙っています。ダイナマイトは反則よ。この敵まだダイナマイトなんて持ってたのね。お嬢様なんとか上に。勝手に爆発してなさい。敵の建築の音が聞こえるわ。お嬢様は上に建築を。さて、どこからでも来なさい。ここならさっきのような不意打ちは食らわないわ。敵は不意打ちとか思ってないわよ多分。私が不意打ちと感じた時点で不意打ちなのよ。敵はどこから出てくるでしょうか。私の作った階段を登ってきそうね。この状況で敵が作った階段なんて使わないでしょ。下の敵の動きが激しくなってきました。そっちから出てくるのね。あ、はい、やったフリントノックピストル。しかし敵にもダメージを与えています。86ダメージくらい入ってたわね。敵は瀕死かと。屋根を編集して出てきたわ。うーいーりー。お嬢様敵の建築を撃っています。私は今ものすごく後悔している。何を後悔してるのよ。アサルトライフルとかサブマシンガンを拾ってくればよかったと。確かにリボルバーとフリントノックピストルじゃ厳しいですね。敵の建築壊しに来るわ。お姉様いいのよ。そのフリントノックピストルでぶっ飛んでも。全然良くないわ。あ、動き始めました。ショットガンは95のダメージ。よし、これで一気に私が有利になったわ。お姉様も結構シールドないけどね。お嬢様、別の敵が来ていませんか？はぁ、別の敵は泳ぎじゃないのよ。そういう気持ちでショットガン撃つから当たらないのよ。気持ちで弾は当たらないのよ。敵にダメージを与えましたが、お嬢様にも大ダメージが。このタイミングで出てきた。よく死ななかったわね。お嬢様の体力残り6です。6って、はぁ、敵に103のダメージ。まだ倒せないよ。さらに敵が来ましたね。お姉様覗いて周りに5人くらいいそうね。どこかに散っ
ってくれないかしら。一人登ってきています。危ない危ない、かすったら終わりなのよ。まともに攻撃できなさそうだわ。お嬢様建築で上に。敵は、そこか。お姉様飛びついた。え、この敵私に気づいてない。こっちを全然見ませんね。今絶対に死んだと思ったのに。風船は反則よ。これはかなりまずいです。ショットガンが当たらなくなってきたわ。どこ狙ってるのよ。なんだかうまくいかない。そっちか。これはダメね、焦りすぎてるわ。お嬢様の残り体力42です。どっちから倒す。混乱してるわ。風船の敵は相変わらず見ていますね。お、下の敵が風船の敵を撃ち始めたわ。ショットガンが全然当たらない。残念ね、エムに。今のフリントのピストルは当たったのですけどね。終わったわね。今のは自分でも雑魚だと思うわ。雑魚姉様。ふん、なんとでも言いなさい。今回はこれで終わりよ。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。